ラルース LH93 は、フランスのレーシングチーム、ラルースが1993年の F1、世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。ローラ、ベンチュリーと共同で車を開発してきたラルース、であったが、LH93 は、初めて自ら開発した車両であった。ドライバーは、フィリップ・アリオー、エリック・コマス、鈴木敏夫。コンストラクター登録を、 前年のベンチュリーからラルースに戻し、形式番号はこれまでの LC から LH に変更したが、この LH はラルースとハードのイニシャルから取られた。1993年を通して、プジョーがエンジンサプライヤーとして F1 に参戦するとの噂が流れた。その噂は後に、プジョーが1994年にエンジンを製作。 参戦すると公式発表を行い、確認された。ファクトリーエンジンを得るために、ラルースは独自のシャシーを製作するしか、選択の余地はなかった。ラルースが製作したシャシーは、昨年のベンチュリー製シャシーよりも重かった。ホイールベースは、前輪が3.5インチ交代して短縮された。これによってより大きなフロントウィングとミッドプレートを、装備できるようになった。 モノコックは昨年のものと同一であったが、サイドポッドはランボルギー 2V12 エンジンを冷却するため大型化された。ブレーキはブレンボ製からフレンチカーボンインダストリー製に変更された。同様に冬の間に燃料は BP からエルフに変更された。チームの資金は相変わらず乏しかったが、ラルースはポールリカールでプレシーズンテストをかなりの回数を行うことができた。 ラルースは当初ウィリアムズが開発したアクティブサスペンションを導入しようとしていたがコストの上昇とシーズン終盤に禁止されたことで計画は直ちに放棄された。シーズン開幕戦はコマス、アリオーともにリタイアとなったがチームにとっては手応えのある展開であった。第2戦ブラジルでは両者ともに完走しアリオーは7位とあとわずかでポイントを得ることができた。 第3戦ドニントンは雨のレースとなり、アリオーはクラッシュしたがコマスは4周遅れ、ローラのミケレアルボレートを抑えて9位となった。ラルースの努力は第4戦イモラで実る。コマスはリタイアしたが、アリオーが5位入賞、値千金の2ポイントを獲得した。第5戦スペインでアリオーとコマスはテールツーノーズのバトルを繰り広げるが、26周目に、 アリオーのギアボックスが壊れリタイアとなった。コマスは、マーク・ブランデル、クリスチャン・フィッティ・パルディ、鈴木・アクリとのバトルを制して9位でフィニッシュした。チームはこの後8戦連続で、機械的トラブルがなくレースを終えることになる。この時点でチームは予算がつき、ホッケンハイムまでパーツの更新が行えなかった。2台揃って完走するのは7ヶ月後のイタリア GP で、 コマスはクラッシュが頻発する中生き残って6位入賞。チームにとってシーズン2度目のポイントを得た。残る4戦でリタイアは一度とチームの状態は上向きにあるように見えた。ジェラール・ラルースはチーム運営資金を得るため日本とオーストラリアでアリオーに変えて鈴木都夫を起用しなければならなかった。LH93 は信頼性が高くアリオーが第4戦で5位、コマスが 第13戦で6位入場し、合計3ポイントを獲得した。コンストラクターズランキングも1987年の初参戦以来となる10位を記録した。ありがとうございます。